はいどうも、チーパラダイス店長の高地です。いつもご視聴いただきありがとうございます。まあ、いきなりなんですが、私、リサイクル系の会社をやっておりまして、毎年なんですが、年末に向けてなんやかんや忙しくなってくるんですよね、どうしても。で、最近なかなか動画制作の時間が取りづらくなってきてしまいまして、本当申し訳なく思っているんですが、そんな中、G-SHOCKだけは物色しておりまして、面白い G-SHOCKも5本ほど入手いたしました。本当ならまとめて1本の動画にしてしまうところなんですが、そうするとその動画アップするの多分来年ぐらいになっちゃうかもしれないので、それじゃまずいということで、今回から5回に分けて、まあそれぞれ短い動画になるかと思いますが、1本ずつしっかり紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、今回は最初から巻きでいきたいと思います。早速、高地最近のお気に入り、1本目はこちらでございます。これはカシオさんが最近始めた MyG-SHOCKっていうサービスで作ってもらったやつなんですが、と言いますか、もう出来上がってるものをそのまま注文したって感じなんですよね。この MyG-SHOCKってサービスを簡単に言いますと、要はたくさんのパーツの中から好きな色を選んで、カスタムして自分だけの G-SHOCKが作れますよってことなんですが、私こういうのは本当苦手でして、まあ、こんなカラーがあったらいいなーっていうのも大体作ってくれちゃってますので、本当今回は自分だけの G-SHOCKは諦めました。でもね、とってもいいサービスだと思います。ちなみにこちらのイエローなんですが、通称ファーストイエローと言いまして、このようなイエローモデルが日本で初めて発売されたのは1992年のことでして、その時はすでに DW6000 で黒以外のカラーが何種類か出てましたので、初めての黒以外のカラーではなかったんですが、実はその5年も前、1987年にすでにアメリカで先行発売されていたんですね。なので、事実上 G-SHOCKで初めての黒以外の色っていうのは、このイエローモデルだったということなんですね。今でこそ G-SHOCKの新色って毎月何本も発売されておりますが、一番最初の黒以外の色、イエローっていうのはですね、カシオさんにとっても思い入れのある特別なカラーだということなんですね。その記念すべきファーストイエローがついに今月復刻されるということで、私も待ちに待っていたって感じでしたので、もう出たら絶対買おうと思ってたんですが、ちょうど時を同じくしてね、MyG-SHOCKってサービスも始まったことですし、じゃあ自分で忠実に再現してみようなんて思ってしまいまして、で、公式ページでカスタムしようと思ったらなんと、もう完成しているのが販売されていたんですね。これには本当驚きました。カシオさんも本当商売がうまいなと思いましたね。で、一瞬悩んだんですよね。やっぱり復刻版にしようかな、どうしようかなってね。でもせっかくいただいたご縁ですし、まあこれもいい思い出になるなと思いまして、このMyG-SHOCK版のファーストイエローの方にさせていただきました。いや、こちらも本当忠実に再現しておりまして、お顔はこの通りスピードモデルになっておりまして、で、全身がイエローで。で、やっぱりここの勇敢はブラックにしてあったりと、まさしくファーストイエローそのまんまで復刻されているんですね。日本での発売は1992年ということで、あの空前の G-SHOCK ブームが始まった年でしたので、まさに G-SHOCK ブームの火付け役にもなった名機中の名機ということになるかと思います。まあ、こうやって腕に巻きますとね、当時のカシオさんの G-SHOCK にかける情熱なんかがひしひしと伝わってくる感じで、私もよし、仕事頑張るぞってね、記録が湧いてテンションマックスになるんですよね。いやー、ほんとかっこいい。この形って、おそらくカシオさんが続く限り、半永久的に作り続けられるんでしょうね。今や誰しもがスマホを持っている時代、時間なんてスマホがあればこと足りますしね。じゃあ G-SHOCK の役割って何なんでしょうね。もはや本来の機能なんてなくていいんでしょうね。美しければ本来の機能が失われても価値はある。いくら時代が移り変わろうとも、本当に美しいものは未来永劫、存在感を放ち続け、人々の魂を揺さぶり、安らぎを与え続けるんですね。まあ、こんな時代だからこそ、美しいものに寄り添い、心が乾かないようにしていきたいものですよね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまたー。